はい、皆さんどうもつかちです。今回は新キャラの土竜止めらですね、こちらの、使用感ですね、ちょっとだけしか使ってないところなんですけれども、やはり今の環境に対して、結構刺さるところもあるんじゃないかということで、面白い戦闘も取れたんで、話していきたいかなというふうに思っております。で、ちょっとしたおさらいになるんですけれども、土竜ドミラーですね、ブロッカーキャラということなんですけれども、特筆すべき点はこの8面6匹かなということで、一番最初に攻撃を受けて、生き残ってさえれば不死の門というものが150っていうの間発動して、その不死の門が発動している間は戦闘不能になることがないというキャラになっております。で、不死の門の効果ですけれども、やはり相手貫通のスキルですね、クレオパトラだったりだとか、闇シンデレラ、その辺の、スキルを持っているキャラにはやはり発動しないようですね。はい、普通に貫通してやられるみたいです。あとその不死の門が終わった後も火竜の門というものが、火竜の門が今度は発動して、65% のアーマーがつく上に、リジェネですね、かなり大きめのリジェネ効果も発動するということで、やはり天敵ですね、闇シンデレラかな、どちらかというと、クレオパトラは衝撃さえ防げればいいんであれですけど、やっぱ闇シンデレラと燃焼ですね、そこがかなり弱点になるキャラになるんですけれども、それ以外は、かなりシャットアウトしてくれるキャラというところで、特に最近だと先発孫悟空の形が多いんで、そこを止められるっていうのも非常に大きいポイントになるんじゃないかなというふうに思いますね。で、孫悟空が相手にいた時にも、味方キャラほとんど毒状態になるんですけど、桃源の陣とかですね、その辺のスキルを使って、うまくクリアにも持っていくことができるというところで、やはりさ闇シンデレラですね闇シンデレラ対策さえできれば、うまく動けるんじゃないかなというふうに思います。で、あとは、怖い点としては孫悟空プラスクレオパトラの形を組んでる人ですかね。孫悟空の、攻撃一発もらった後に、クレオパトラ、インポスター使ってから貫通攻撃になってくるんで、そこを防ぐのはちょっとさすがにリュドミラの HP でも難しいということなんで、相手の牽制に合わせて、使う場所を変えてみるのも面白いんじゃないかなというふうには思います。特に闇シンデレラ先発で使っている人なんかは、他のキャラでその闇シンデレラさえ倒せれば、リュドミラに関して言うと、控えで出てきた場合かなり脅威になるんじゃないかなというところですかね。で、プラスアルファで、孫悟空先発にいて闇シンデレラがいない時なんかは、孫悟空はリュドミラでシャットアウトできるんで、それ以外のキャラで、うまく、孫悟空を倒すことができれば優位に進めるんじゃないかなというところですね。特に、孫悟空なんかスリープ系と一緒に、リュドミラで組んでいくと、かなり、止めることもできるんじゃないかというところですよね。隠密の心やるんで、実はかぐや姫と組み合わせるのも悪くないということで、スリープなり毒なり、かぐや姫に入ってるときは隠密の心得を、使ってくれるのではなかろうかとちょっとまだ動き完全に見たわけじゃないんであれですけれども、クリア効果が、期待できるという点も、強いんじゃないかなと思いますかね。はい、ということもあって、ブロッカーですけれども、結構場持ちは期待できるんじゃないかなと思います。闇シンデレラを除くですけどはい、ということでですね、ちょっと戦闘の方も含めて見ていこうかなと思うんですけど、今回騎士団ですね、このような編成で組んでいます。先ほどはスリープ軸と合わせるのがいいんじゃないかと言ったんですけれども、あともう一体ですね、地味に相性いいキャラとして思ってるのが、クラリスですね、雷クラリスということで、何が相性いいのかというと、リュドミラですけれども、どれだっけ、この春の息吹ですね、春の息吹を結構初手の方で使うんですけれども、やはり相手に孫悟空がいる場合って、毒離状態になるんで、ターンギフトの効果は期待できないんですけど、クラリスと何が相性がいいかというと、この回遊の霧ですね。
はい。まあ、クラリスなんかは、この編成で使うと、まあ、クロバトラのインポスターをすぐにクラリスが倒すんで、クラリスのヘッド自体がめちゃくちゃ上がるんですけど、回遊の霧の効果で、実は微力ながらですね5% のリジェネが発動するんで、あのチャージハート入った後にも、チャージハート入って毒状態でも、まあ、クラリスが生き残るということで、まあ、ちょっと雷クラリスの相性がいいな、雷クラリスの相性がいいなと思って、この編成に、しております。まあ、スピリット的にも、初手でクラリスがスピリットプラス2してくれるおかげで、まあ、孫悟空クレオパトラともに、まあ、動けるということもあるんで、まあちょっと一つの例として挙げさせてもらってますかね。はい。まあそんな感じで、まあ今回は、まあといっても主役は、チチルドミラになるんで、まあ、リドミラの動きメインで追っていきたいかなと思います。はい。それでは戦闘の方ですね、行っていきましょう。はい。ということで始まりました。で、お相手ですね、まあ、孫悟空の形ということ、まあ、孫悟空単体の形ということなんで、今の環境で、まあ、どういうふうに活躍してくれるかというのも合わせて見ていけたらなというふうに思っております。で、まあ、孫悟空新菓子の地図使って尿意岩祭使ってきたんですけど、これ生き残ることができたんで不死の門が発動しております。でまあ、この不死の門が発動して、まあ、150っていうの間ですね、本当にやられることがなくなるんで、で、また今回、まあ、毒メインで、ロキもいたということで、結構クラリスがですねやられやすい、戦いになってくるんですけれども、まあ、桃源の陣ですね、これで回復入れつつ春の響きで、この全体回復もかなり大きいところかなというふうに思います。で、桃源の陣でやっぱりその、まあ、ワンタイムデスタンか、スリープかポイズンか、まあ、いずれかを、獲得することができるんですけど、まあ、それもやはり一つの、まあ、大きな点かなとは思いますね。はい。で、まあ、全体毒入っ、あ、ここじゃないっけかな。で、クラリスがですね、ここでキルがついたんで、ここから一気にヘイトが上がっていくんですけれども、まあ、先ほど言った回遊の門が、結構綺麗にはまってくれるというか、まあ守りの面でですね、役に立ってくれるというところですね。で、今回で言うと特に2体攻撃待ちの、闇チャンネルが出てきたんで、クラリスにヘイトが向くと、まあ、その分かなり厄介な場面も多くなるというところなんですよね。で、ここたまたま HP うまく削れたんで、ティサラクラッシュ2回目、綺麗にはまった形ですね。で、隠密の心得、スピリットがあったら多分使っちゃうんですかね。まあちょっとその辺と、まあクラリスなんかは、まあ言っちゃえばあれ、持ってないですからね。ステルス系の攻撃に関しては。まあどうなのかというところですけれども。で、あと一つ、言えるのが、まあ、リュドミラ自身の場持ちですね。まあ、相手に闇シンデレラがいない場合は、150TU 確定で生き残れるというのと、まあ、あとは、結構こっちが綺麗にはまってるっていうのもあるんですけど、まあ、結構場持ちしてるというか、最初の布陣変わってないんでね、相手は結構倒してるんですけど。で、まあ、相手の2体攻撃を無効にする、まあ、相手に闇ジャンルいたんで結構、ハマってる形のように見えはするんですけど、
やはり使う場面は限られてくるかなと思いはします。今回クラリスめちゃくちゃ活躍してますね。で、まあ、相手盤面ですね、まあ、闇シンデレラが出てきてしまったんで、まあ、そうなってくるとやはりどうしても、まあ、リュドミラーが生き残るのは難しくなってくるんじゃないかなというふうに思います。まあとはいえもうまあでも相手のクレオパトラのチェックメイトを食らったりしても全然まあ痛くもないっていうほどではないですけれども、まあヒールのとかまあリジェネ効果も相まってほぼほぼまあなんだろう防ぐことができているというのは大きいんじゃないかというところですね。 65% のアーマー付きでまあなんだろう即座にまあ 40% HP 回復するっていうのはやはり強力だと思いますね。でここで光アイナ倒しきれなかったのがマジででかい。まあただやって闇シンデレラに関してもなんだっけ2体攻撃の6倍ダメージのスキルの方はまあ突数次第ですけどそっちは無効にできるんで、まあ、なんだろうそこまで極端にまあ、弱点になるっていうほどでもないような気がしますね。まあはい、まあ、ただここでもうさすがに限界だったんで、落ちてしまいましたと。はい、で、まあ、相手かなり、数多く倒しま、あ、もうスキップしまったんですね。はい、こっちでいいか。でも相手のキャラはかなり多く倒せたんですけれどこっちでリュドミラーがなかなか落ちなかったということで、まあ、あのクラリスの活躍だったりとかいろいろポイントは別の要素はあるんですけれどもやはり場持ちは結構してくれるんじゃないかなというふうに思いました。でまああとはやはりこの桃源の陣だっけこれですね。まああのワンタイムアンチスタンワンタイムアンチスリープワンタイムアンチポイズンまあこの桃源の陣のアンチポイズンが刺さって相手の孫悟空の毒が入らなかった場面も結構あったりとか、まあ、のサポートとしてかなり強力なんじゃないかなとは思いましたかね。はい、でまああとは回遊の霧のこの効果、まあ、雷クライス、まあ、今回の戦闘であったかどうかはあんまり覚えてないんですけどやっぱり雷クラリスは、まあ、チャージハートとか、まあ、雷クラリスだけじゃなくて、リゼットもかな、まあ、あの土の、ハネムリゼットかハネムリゼットも、まあ、あのリジェネの効果で、結構、まあ、なんだろうすぐやられるっていうことがなくなるんじゃないかということで、まあ、そういうチャージ系チャージハート系を持っているキャラとの相性は、まあ、いいんじゃないかなというところですかね。はい、であと隠密の心得多分しか1回だけクラリスに対して使ったということなんで、まあ、もしかしたらまあクリア目的で隠密の心得を使う可能性もあるかもしれません。ちょっとその盤面はあんま覚えてなかったんですけどなんか1回だけ使ったような気がしますね。はい、まあそんなところですかね。まあフィアードレインを1回使ってるのは見たんですけど、まあ単純に HP 回復は多分この 40% の HP 回復だけで事足りるんじゃないかなという点もありますかね。まああとは相手のクレオパトラのチェックメイトもですね、あれやっぱ 65% のアーマー張ってれば、まあそうそうダメージ受けることないというところですからね。あとリュドミラ今回、ちょっとまだあのとある事情で本当にとある事情で、育成全然進んでないんではい、まあ結局多分1000連以上かかってます。もう本当にガチャ動画大爆死だったんで、まあ、しょうがないんですけど、
まあ、140レベルで今回読みをしたんですけど、それでもこの場持ちっていうことを考えると、まあ、かなり大きいんじゃないかなと思いますね。まあ、やっぱり闇シンデレラはどうしても刺さってくるところあるんですけど、二体攻撃の方のスキルはあれ無効化多分できると思うんで、まあ、展開次第っていうのもありますけど、まあ、うまく相手の闇シンデレラを攻略できたら、まあ、味方を守る上ではかなり強力なキャラになってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、でまあ今回ちょっと、まだこの今やった戦闘分しか確認してないんで、なんとも言えないところですけど、また何か新しい発見あったら、動画載せていきたいかなというふうに思います。はい、まあというところで、この動画が面白いと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。